レオノーラ・パイパー、レオノーラ・エベリーナ・パイパーは、アメリカ人女性の霊媒師。イギリスの心霊現象研究協会が、協会初期に調査対象とした著名な霊媒の一人。日本語では、パイパー夫人の名でも知られる。超常現象関連の書籍に記録によれば、パイパーは1884年に進行治療師の元を訪れた際に、トランス状態に陥り、 インディアンの例からメッセージを受け、これをきっかけに、うちの高齢会を開催し始めたという。中でも特に、パイパーが知るはずのない高齢会参加者の個人的な秘密を告げる能力に長けており、この他に、自動書記やサイコメトリーの能力も発揮したという。ウィリアム・ジェームズは1885年から、パイパーの高齢会に参加し、その能力を本物と確信したことで、 心霊研究の道に入ったという。1887年には、リチャード・ホジソンの調査を受け、2年後の1889年には、SPR の依頼により、ジェームズとホジソンの調査を受けるために、イギリスへ渡った。ホジソンはかつて、ブラバツキー夫人による、神秘現象を殺術と暴いたことがあり、パイパーに対しても当初は、懐疑的な立場を取っており、周囲からも、 ブラバツキー同様に、パイパーのトリックを暴くことを期待されていた。しかし、パイパーの高齢会においてパイパーが、ホジソンの亡き旧友の名を名乗り、高齢会の参加者たちしか知り得ないことを語る様子を見、見パイパーのもとに、旧友の霊が現れたと認め、死後生存の証拠を得たと考えた。SPR の会議派の代表的人物といえる、ホジソンが、 心霊主義を肯定する立場をとって、パイパーの能力を本物と認めたことは、SPR にとっては大事件であった。こうした実績から、パイパーはアメリカを代表する霊媒の一人との声も、ある。同様に、パイパーを通じて、心霊主義を支持した学者には、オリバー・ロッジ、ジェームズ・ヒスロップ、フレデリック・マイヤーすらがいる。また、心霊主義に関心を持っていたことで知られる作家の、 コナンドイルは1899年にパイパーがトランス状態で世界各地で恐ろしい戦乱が生じますと語ったことを1914年開戦の第一次世界大戦を示したことだと著書ザニュー・レバレーションズで述べておりパイパーをダニエル・ダングラス・ホームと並ぶ世界最高級の霊媒の一人として高く評価しているただし SPR の初代会長であるヘンリー・シジウィックらは、ホジソンの旧友の例が、高齢会参加者について語ったとされる件を、パイパーが、テレパシーで参加者たちの思考を読み取ったとの解釈、できるなどの理由で、本件を心霊主義の確固たる証拠と認めることは、なかった。パイパーの支配例の一人は、フランス人の意思の例とされるが、フランス語をほとんど話すことができず、 医学の知識もなかったとの批判もある。ホジソンがパイパーの調査を開始した際も、同席していたウィリアム・ジェームズがパイパーの指導例と話す際、ジェームズが少しでも流暢なフランス語を話すと、この例は返答に詰まったという。また、ホジソンが二人の子供を設けて長生きすると予言したが、これも当たることはなかった。ありがとうございます。